今シーズン最高峰クラスチャンピオンです。おめでとうございます。ありがとうございます。まず率直な気持ち聞かせてください。そうですね、まあ、ほっとしたって気持ちが一番強くて、まあ、ゴール後はまあ2位になってしまった悔しさももちろんちょっとあったりして、でも、まあ、徐々に、まあ、今は込み上げてきて、本当中澤選手はじめ、まあ、チームのみんながすごい喜んでくれて、まあ、自分もそれを見てすごく嬉しくなりましたし、まあ、本当にチャンピオンってなかなか、ここまで自分取れてなかったんで、取れてなかったというか、まあ、2017年にファクトリー入りして、まあ、そこで、まあ、初年度はまあ2勝できて、まあ、自分の中でちょっと良かったかなと思ったんですけど、18年19年で、まあ、ちょっと18年はちょっと足踏みしてしまったなと思ったし、まあ、結構自分の中で時間がかかったなって思いましたね。まあ、でまあ今年、まあ、中澤選手とレースをして、まあちょっとまあ接触して転倒させてしまったりとか、まあ本当に自分の力不足で、まあ、そういうレースもしてしまったんですけど、まあ、そのゴール後に、まあ、一番喜んでくれたのが中澤選手だったんで、まあ、すごい本当に自分も嬉しかったですし、まあ、本当にいいチームで入れて、まあ、本当に良かったなと思ってます。でこのタイトルを手土産に世界に行くわけですけれども、まあ、私たちはねちょっと遠いところから応援することになりますけれども、はい、来シーズン続けて応援してくださるファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まずはそうですね、今シーズン、まだ終わってないですけど、応援ありがとうございました。まあ、明日も、レース2があるので、まあ、しっかりと、まあ、自分の集大成として、いいレースを、まあ、自分の中でベストレースを見せれるように頑張りたいと思います。まあ、来シーズンはワールドスーパーバイクと、まあ、自分としても経験もないですし、ちょっと、知らないことも多いので、どこまでできるかというのが一番自分が不安ですけど、まあ、しっかりこの日本を、まあ、代表してじゃないですけど、まあね、日本のライダーとして日本の意地を見せたいと思いますので、応援よろしくお願いします。